はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインと、今日は XRP のですね、相場分析も合わせてやっていきたいというふうに思います。今日が2020年の5月の27日ですね、水曜日になります。今日ですね、ビットコインの相場分析ですね、ドル建てと円建て、それからまあ XRP のですね、相場分析をやった後に最後にですね、この画面のですね、ちょっとこの右下に出ているんですけど、ビットコインは19万円ぐらいまで下落するんじゃないかというふうなですね、ニュースが ありますので、まあどんなこと書いてるかっていうのをですね、さらっとこう動画の最後でね、紹介していきたいなというふうに思います。今日のですね、ビットコインの値動きとして今ですね、かなり上げてきています。で、今日のね、17時ぐらいからね、こう上げ基調になってきてたんですけども、まあ本当直近のところでですね、7時ぐらいから急にね、上げ出したというのがですね、今の展開で、この後ね、どうなるのかっていうところなんですけど、まあこういったところもですね、含めて今後の展開をですね、分析していきたいなというふうに思います。あとはまあ昨日の動画をですね、見ていただいた方はわかると思うんですけども、僕のですね、エントリーしたポイント、それから、利確目標ですね、そういったところも昨日の動画でまあお伝えしていたと思うんですけども、そういったところのですね、回答、それから考え方なんかもですね、少し紹介していきたいと思います。それではですね、相場分析の方入っていきたいと思います。はい、まずはですね、ビットコインの4時間足ですね、ドル建ての方からいきたいと思います。今の時刻が19時50分、今のビットコインですけれども9125ドルですね、日本円でいうと98万3000ぐらいのところをですね、推移している状況です。冒頭申し上げましたけれども、ビットコインですね、今日の5時ぐらいから、若干上げまして、そこからですね、直近さらに上げてきているということで、まあ、ここの4時間足見ていただいたら分かる通りですね、ここの、まあ、水色の下落トレンドラインですね、ここをぶち抜いた瞬間からですね、やっぱり一気にね、こう押し上げてきたということで、今ね、相当買いが集まっているような、まあ、そんな状況になっているところです。で、昨日のね、解説の方からいきたいと思うんですけども、昨日の動画でですね、僕が言っていたポイントっていうのはここですね。下落トレンドの中で短期の移動平均線に、下から上にタッチしたところ、そういったところでここ水平線もあったんですね。8990ぐらいのところの水平線、それから、下落トレンドラインも重なっていて、いろんなポイントが重なっているラインだったんですね。なので、まあ、ここでですね、まあ、ショートエントリーをしていったというのはですね、昨日の動画で言ってたと思います。で、シナリオですね、どういうシナリオを想定して入るかっていう部分もですね、言っていたと思います。で、9時のローソク足確定からですね、次のローソク足の確定、まあ、ここの2本で勝負を決めたいなと。で、ここの2本で直近最安値の8700ぐらいまでですね、狙っていきたいなということをですね、言っていたと思います。本当にね、まあ、昨日の展開としては本当に想像通りというか、シナリオ通りになってくれたなというところで、まあ、ここのですね、9000付近のところからショート入りまして、8700ぐらいですね、8700ちょいぐらいのところまで、利確することができたので、まあ、300ドル幅弱ぐらいのところをですね、利確できたかなといったところです。はい。で、まあ、ここはですね、気持ちよくね、取れたんですけれども、僕がですね、いつも狙っていくのっていうのは、直近最高値、もしくは直近最安値までをですね、狙っていくんですね。で、あまりこう欲張らずに、しっかりエントリーチャンスが来たポイントからですね、そこを起点とした直近最安値、直近最高値までを狙っていくのが僕のスタイルなんですね。で、なぜ、直近最安値、直近最高値を、まあ、利確目標とするのかっていう部分なんですけども、まあ、多くの方はですね、ここで、例えばね、ここでエントリーして、こう直近最安値ですね、ここで、まあ僕がここで利確しましたっていうふうに言うとですね、その後伸びてるのに全然取れてないなっていうね、そう思われる方も多いと思うんですけれども、やっぱりこれにね、付き合わされたくないというか、恒例をされたくないわけですよ。直近最安値っていうのは必ず意識されるんですね。で、いろんな考え方がありますけれども、例えばね、1回目ここで、反発されてですね、上に上がってきましたよね。で、ショート勢っていうのは、やっぱりこういう戻り売りをしっかりね、狙っていくと思うんですよね。で、ショートの方はですね、ここで入っていく方が多かったので、まあ僕もその流れに乗ってですね、一応ここの2本のローソク足で利確ができたわけですよ。まあうまく波に乗れたっていうことですね。で、直近最安値まで来ましたと言った時に、じゃあ直近最安値で前回の安値に関しては、ここで反発されたわけなんですよね。で、ここに、まあ、水平線引いてませんけれども、もっとね、細かいローソク足で見ていくと、短い時間足で見ていくと、何かしらの、こう、ターニングポイントがあったのかもしれないし、ファンダがあったのかもしれないし、それはまあ、何かしら、理由があってですね、反発されるわけなんですけれども、まあ、前回のね、反発では、落ちてきたけども上げた。っていうね、まあ実績があるわけですよ。で、今回2回目に落ちてきましたって言った時に、またここと同じようになるんじゃないかっていう風なですね、こう不安心理が、まあよぎるわけですよね。それに加えて、
まあダブルボトムですよね。ダブルボトムっていうのは、まあ、全世界のトレーダー共通のシグナルということになります。ダブルボトムっていうのは、トレンド転換をですね示唆するような、まあ、そういったですねこうチャートパターンになるわけですけれども、そういったところもね意識されて、じゃあここで一回ね、利確しておこうというふうなですね、まあ、心理が働くわけなんですね。そういった心理で、まあ、ショート勢がですね利確していく、もしくはですねロング勢が新規に入ってくるっていうのも考えられますよね。ここまで落ちたんだから落ちたところを狙っていこうと、まあ、ダブルボトムで反発される可能性もあるしということで、ショート勢は利確、するということで、まあ、買い決済ですよねされますし、ロング勢はここからね反発狙いで入ってくるっていうね、まあ、そういったポイントになるわけですよ。それかまあここからこの辺からですねショートに入ってしまった方っていうのは、プラマイゼロに戻ってきたから一旦ね、損切りしておこう、まあプラマイゼロで逃げておこうっていう風なですね考え方の人ももしかしたらねいるとは思いますけれども、まあいろんな思惑が重なってですねやっぱりダブルボトムっていうのはね作られる、ことになるわけですよね。で当然そういう思惑のところと、もっとね、下に伸びるだろうと言って、ショート勢とこうロング勢のですねバトルがまあ繰り広げられるわけなんですよね。でこういったところっていうのはそのバトルにショート勢が勝ったわけですよ。なのでダブルボトムが意識されていたんだけれども、ショートの勝ちということで思いっきり下げるっていうね、まあそういう値動きなんですよね。でここはたまたまねショートが勝ったからいいものの、例えばここでですね直近最安値、つけた後すぐにですねこの伸びが次のローソク足で来たらどう思いますかね。僕が300ドルね、しっかりドキドキしながら、まあ、取っていったわけですよ。取っていった、300ドルを一瞬でですね、まあ、帳消しにしてしまうようなこう上昇が来る可能性だって十分あり得るんですよね。なので僕が一番、恐れているのは、これをやられたくないっていうところなんですよね。なので、直近最安値、もしくはもう直近最安値にちょっと届かないぐらいのところで、利確していくと、一番ね、安全に、こう、固く、利益が取れるということで、そういったところをですね、まあ、心がけているわけですね。まあ、僕はあくまでも、副業として、仮想通貨トレードやっていますので、あまりこう長い時間ですねチャートを見ていることもできないし、大きな損をね、してしまってはね、まあ、何の意味もないですよね。せっかくまあ家族とね過ごせる時間だったりとか、そういったところを削って、投資をしているので、やっぱり勝っていかないと意味がないわけですよ。なので、まあ少しねこう利益は浅めになっていく傾向があるんですけれども、やっぱりしっかりですね、目標ポイントの一歩手前、もしくはもう目標ポイントちょうどのところでですねしっかり、利確していくっていうことをですね心がけています。まあ、こういった考え方はですね、皆さんにも共通する部分があるかもしれませんので、まあ、共通する部分がある方はですね、参考にしていただければというふうに思います。で、今後の展開なんですけれども、今ね、まあ、上昇してきておりまして、短期の移動平均線やここの下落トレンドラインをぶち抜いてきたということですよね。で、今ね、まあ、上げ止まったポイントとしては9190、まあ、9200のこの水平線ですよね。はい、ここで今一旦上げ止まったような値動きを見せているんですけども、まあ、これは分かりませんよね。何が原因でこれを上げたかっていうのがですね、まあ、よく分からないと、もしかしたらファンダの可能性もあるということで、まあ、分からないわけなんですけども、まあ、僕はあまりね、こういうところは入るのちょっと怖いかなと思います。まあ、ただね、下落トレンド継続中の中の勢いよく戻したポイントなので、まあ、エントリーしていくのもなしではないと思うんですよね。まあ、水平線もちゃんとありますし、中期長期の移動平均線重なっていますので、ここまでマックスで、ね、上がった時にショートに入るっていうのはねなしではないと思います。ただ一気にですね担がれる可能性があるっていうところはですね、まあ、この勢いのね戻しなので相当な勢いですよね。はい、なので、一気に、ね、持っていかれる可能性もあるっていうところをですねしっかりリスクとして許容できるのであれば、まあ、入っていっても面白いかなと思うんですけども、あまりこうね美味しいポイントでは僕はないかなと思っています。で、基本的にはですね戻り売りを狙うんですけれども、やっぱり1回目の戻りとかね、トレンドが転換して一気に下に伸びましたっていう、その後の1回目の戻しとかね、そういったところは結構ね美味しいわけですよ。やっぱり高い確率で下に行ってくれるんですよね。で、2回目も結構ね下に行く可能性高いんですけども、まあ、2回目3回目ってなるにつれてですね、やっぱりこうトレンドっていうのはですね、まあ勢いがなくなってくるわけですよね。はい、なのでその勢いの見極め、例えばこのね安値を例えばこの線で結んでいったとしますよね。そしたらだんだんなんて言いますかね、こう緩やかになってくるわけですよ、下落のこの線がですね。はい、なので、まあそういったね、線も見ながら、これだいぶ下落の勢いがなくなってきたなとかね、そういう風に見たときに、じゃあこの戻しで売っていっていいのかどうかっていうね、そういう、まあ疑念を持ちながらですね、考えていかないといけないというところで、まあ僕はあまりこういうポイントではですね、入らないかなと思っています。で、この後の展開っていうのはですね、まあ難しいわけですけれども、やっぱりね、下落トレンドっていうのはおそらく間違いないと思いますので、それから水平線、中期長期の移動平均線も上にがっつりありますので、
まあ、あの下に落ちてくる可能性は高いんじゃないかなと思っています。で、落ちてくるんであればね、次に、落ちてくればまたここの直近最安値ですね、8700ドル付近がですねターニングポイントになるとは思うんですけども、今度ここを抜かれた場合はですね、一気に落ちてくる可能性は十分高いかなというふうに思っております。やっぱりせっかくね、このダブルボトムをつけて上にね、トレンドを転換しようというふうなね、パターンが見えた後に勢いよく戻ってきたっていうふうになると、やっぱり上値は相当重いんだなっていうね、そういう心理になると思いますので、下落勢いっていうのは相当ね強くなってくるということで、この直近安値もですねぶち抜いてくる可能性は十分あり得るんじゃないかっていうところで、そのあたりはですねしっかり警戒しながら、トレンド戦略練っていかないといけないかなというふうに思っております。で、一方でね、この9200をぶち抜いた場合は、コロナショック以来ですね、ずっと安値を切り上げてきたここのトレンドラインですね、上昇トレンドライン、こういったところでレジスタンスされる可能性はありますよね。ここサポートされたので、このトレンドラインを持って、レジサポ転換ですね、そういう感じで、まあロールリバーサルがですね起きる可能性はあると思いますので、まあそういったところも意識、しないといけないと思いますし、その上となれば9500ドルのこの水平線ですね、そういうラインがですね上にはいっぱいありますので、まあどこかでねやっぱり意識されて落ちてくる可能性は十分あるんじゃないかなというところで、いずれにしても高値を目指すような今局面ではないかなというふうなですね考察ができるかなというふうに思っております。それではこのあたりですね、ドル建てじゃなくて円建てで見ていきたいと思います。はい、こちらですね、円建てチャートです。昨日まあ僕が入ったポイントとしては97万のところで入って、94万ぐらいのところですね、そのあたりで、まあ利確したということで、だいたいね3万円幅ぐらいの利益が取れたというようなねトレードができました。で、今ですね、価格が98万4千円ということで、この後ね上昇しつつあるんですけれども、まあ円建ての方はね水平線引いてませんけれども、ここでねですね綺麗なこう意識ラインが引けると思います、今の価格帯ですね。で、この価格帯に伴ってですね、この中期長期の移動平均線すぐ上にね、控えていますので、まあこういったところがですね重しになって上に行きにくいような展開であることは間違いないかなと思っています。で、これをぶち抜いた時にこのコロナショック以来のですね上昇トレンドラインがありますけども、ここの価格帯としてはですね100万円を超えたようなところですね、101万とか102万とかぐらいですので、まあそこで意識されるというよりはやっぱりね100万円のところで意識される可能性が高いと思いますけれども、まあ一時的にですね101万まで行ってヒゲで戻されるとかね、そういう可能性は十分あると思いますので、100万円の水平線ライン、それからここの上昇トレンドラインですね、こういったところのレジスタンス機能、そういったところをですね、しっかり見ていかないといけないかなというふうに思っています。で、今回ね94万円という水準をですね2回連続でサポート、してきましたので、まあ3回目来た時にねまた94万円が意識されてここを抜けるかどうかという風な展開になると思いますので、今からねまあ戻ってきた場合ですね、この足がまあ9時に確定したとして、9時からの値動きでですね戻ってきた場合はまた94万円ぐらいまで、ね、スーッと下がってくる可能性は十分にあると思いますので、まあそういった価格帯をですね意識していくのがいいんじゃないかなという風に思います。それでは XRP の方見ていきたいと思います。はい、こちら XRP4 時間足ですね。XRP に関してはずっとですねここの下落トレンドラインがですね、まあ上抜けすることができずにずっとただ、まあ、横ばいもしくはね、下がってくるような値動きをずっと続けていました。で、19セント割られたらもう非常に厳しい状態になるよっていうのはですね以前の動画から言っていたところで、まあどうなるかなと思っていたんですけれども、まあ先ほどのですねビットコインの上昇とともにXRP も、まあ、釣られて上昇してきまして、長らくね、破れてなかったここの下落トレンドラインをですね、今ね、ぶち抜いてきたというようなね、状況になっています。で、今ね、長期の移動平均線、中期の移動平均線でですね、レジスタンスされているような状況。まあ、それからですね、ここに20セントの水平線ありますので、まあ、こういったところがですね、今、重しになっているような、局面になっております。で、ここを抜けていくとですね、次意識されるラインっていうのはもう 20.9 セント、21セントのですね、この水平線になってくるわけですね。ここの水平線はかなりね、意識されています。まあ、ここでね、サポートされた実績もね、ありますし、ここでずっとですね、まあ、直接的にサポートされたわけではないものの、やっぱりね、ここのサポートラインっていうのがね、機能して上には行きにくいような展開になっていたというふうに思いますので、またこう上昇を続けてきたときに 20.9 セント、ここの赤のね、水平ラインをですね、超えるかどうかっていうところがですね、直近の、上目線に対する注目ポイントかなというふうに思っています。
で、ここでですね、先ほどのビットコインと同じような、値動きをもしね、シナリオ通りしたときに、戻ってきた場合ですね、戻ってきた場合は、やっぱりね、継続的に19セントが意識されると思います。ただ、今までのね、意識とは違って、一気にここをぶち抜いて戻されてきたっていう風になれば、上値は相当重いっていう風なですね、意識になって、19セントも割ってくるような、そういうね、急激な下落っていうところもですね、考えられなくはないですので、そこは注意してですね、トレードしていかないといけないかなというふうに思っております。はい、XRP に関しては以上にしたいと思います。それでは最後にですね、注目のニュース、なんですけども、今日もですね、コインオタクさんのニュースを抜粋、引用させていただきますけども、ビットコインはですね、約19万円まで下落するというふうなですね、予想を立てている方がいまして、まあ、その理由はですね、ハッシュレートの激減。昨日の動画でもですね、少し触れましたけれども、まあ、ハッシュレートの激減によって、投資家のですね、警戒感が強くなっているよというふうなですね、ニュースが、入ってきております。はい。で、ここですね、ビットコインに懸念が強まっているということで、ビットコインは3月に新型コロナウイルスの影響で価格が暴落したものの、半減期を控えていたことにより大幅に回復を、しましたと。しかし、ハッシュレートの激減などにより、投資家からは様々な見解が上がっているため、今後は慎重な判断が必要になってくるかもしれないというふうなですね、ニュースが入ってきております。ハッシュレートというのはマイニングの速度のことですね。はい、採掘速度というふうに言われたりしますけれども、基本的にこのハッシュレートの推移とですね、ビットコインの価格というのは相関関係にあるというふうに今言われているわけなんですね。まあ、そのあたりはね、この動画では説明しませんけれども、基本的には相関関係があるというふうにね、思っていただきたいんですが、まあ、基本的にはなんでですね、絶対相関するっていうわけじゃないので、あくまでも参考程度にですね、こういったニュースは捉えていかないといけないんですけれども、まあ、ハッシュレートが激減しているんですね、今。相当激減しているということで、まあ、ビットコイン価格にもですね、影響があるんじゃないかというふうなね、見方がされているということですね。で、まあそういったね、見方をしていくアナリスト、それからですね、専門家が多い中で、まあここで仮想通貨アナリストのですね、なんて読むかわからない人、なんとかさんですね、ビットコインが7月までに1760ドル、約19万円まで暴落する可能性があるというふうに主張しているそうなんですね、この人ですね。はい、コロナショックでつけた安値もですね、一気に、ぶち抜いてきて、1700までつけるんじゃないかっていうふうなですね、ことを言っていると。はい、こちらですね、ビットコインのハッシュレートの激減やマイナーの収益性がないため、この価格減少は続くだろうと。マイニング業者が相当ね、撤退していっているっていうようなですね、ニュースも入ってきているので、まあそれがビットコイン価格のこう押し下げるようなね、要因につながってくるんじゃないかっていうふうなですね、見方をしているということで、半減期を迎えて一時はね、期待が集まっていたんですけども、しばらくはビットコインのね、価格の急落にですね、警戒していかないといけないねっていうことを言っております。まあこういったニュースはですね、ファンダ的な要素として、やっぱり頭の片隅にですね、置いておかないといけないニュースかなと思っています。現に今ビットコインの価格が下がり傾向にあります。まあ今日ね、爆上げみたいな形で今上がってきていますけれども、まあそういった中でですね、こういった懸念が、基本的な市場にはあるよっていうことですね、一応頭に置いて、いつ暴落が来ても、対応できるようにしっかりね、セーフティネットを張ってトレードしていかないといけないというね、まあこれはビットコイン、トレードするにおいて、いつ何時もですね、考えておかないといけないことなんですけども、特にね、半減期を、迎えた後の今の状況ではですね、やっぱりこういったところもしっかりね、注意しないといけないかなというふうに思っております。はい、ということで今日の動画ですね、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。